釣り。釣りあるいは魚釣りとは、釣り針、釣り糸、釣り竿などの道具と、餌や、疑似餌を使って、魚介類などの生物を採捕する行為、方法のことである。英語では、あるいはポールフィッシングなどとされる。釣りを、動物の捕獲法として考えると、移動性の高い動物をおびき出したり、待ち伏せしたりして捕まえる、罠の一種を用いた方法と言える。 釣りの主な対象は海、川、故障、池などの水圏に生息する魚類である。この場合、釣りは漁、漁老の一種として陸上動物を捕獲する量と区別される。釣りという名前の由来は対象を糸で釣るから釣りと呼ばれる。そのため網などを使う量は釣りと呼ばれない。また釣り上げる対象を魚に限定するときは魚釣りの故障も使われる。 魚以外では、ザガニ釣り、タコ釣りなどがある。釣りを行う場所によって、それを細分化して、海釣り、川釣り、磯釣りなどの故障もある。海、川、池や湖など場所ごと、そして狙う魚介類の種類などによって、様々な釣り方があるが、魚釣りにおける最も典型的な手順は以下のようなものと言える。ただし、上記は、あくまで一つの典型例であって、 実際の魚釣りの手法には、蒸気以外にも、対象とする魚類の種類や生態によって、豊富なバリエーションがある。例えば、釣竿を使わない手釣り、若サギ釣り、カッタクリ釣りなどや、釣り針を使わない釣り、ザリガニ釣りなどもある。そして、餌や、それにあたるものを使わず、直接に対象を引っ掛けて釣り上げる方法もある。釣りという用語、概念は、講義には、 釣り針や釣り竿を用いて、魚介類を取る方法に対して与えられた名称、概念であり、制御として職業として行われる漁業上の手法も差し得るし、また、また非職業的に楽しみとして行われるそれも、どちらも差し得る。例えば、マグロ漁業で行われる一本釣りも釣りの一種であり、またハエ縄漁も釣りの一種とされるし、娯楽や趣味として行われる行為も差し得る。 一般人の使用頻度から言えば、釣りといえば、もっぱら娯楽のそれを指していることが多いことになる。漁業という魚。釣りの起源は少なくとも、約4万年前の旧石器時代まで遡ることができる。日本でも石器時代の遺跡から骨格器の釣り針が見つかる。日本では縄文時代に釣り針が出土しており、一粒と併用して漁業に用いていた。 江戸時代頃から趣味としても行われるようになった。パリオリンピックでは、釣りが競技種目の一つとして採用され、釣果が競われた。英語のフィッシングは、魚介類を取ること全般を差し得るが、その中で生業としての量、産業、商業としてのフィッシング、つまり、漁業従事者、いわゆる漁師によるフィッシングをコマーシャルフィッシングという。また漁業は、 英語圏ではと総称される。それとは、対照的に漁師以外の一般人によって行われる漁は、一般に財を得ることを目的とするものではなく、娯楽、趣味、あるいは、スポーツとして理解されている。こういった娯楽性の釣りを遊魚といい、英語圏では、リクリエーショナルフィッシングや、スポーツフィッシングと呼ばれている。講義の釣りには、商業的なそれと趣味的なそれが含まれている。 遊魚を行う者の,のことを遊魚者と呼ぶ。一般に乱獲の防止や魚が保全のために漁網の使用などが制限されているため、遊魚者が行える漁法はほとんど釣り量に限られている。食用になる魚を対象魚とする場合もあれば、魚釣りの過程を楽しむための遊魚もあり、後者の場合にはその場で釣った魚を再放流すること。 キャッチリリースが行われる場合もあバスフィッシングやヘラブナ釣りがそれである。釣りを行う場所や対象魚によって分類されている。また、釣りの対象とされる魚は少なくないため、餌釣りルアー釣り合わせると、多種多様な釣り方が存在する。しかし、目的とする魚の生態に適した釣り方を行っていることは同じである。釣り道具は釣具や、 タックルと呼ばれている。実際に魚がかかる部分である。釣り針に餌をつけて釣る餌釣りや、疑似餌、ルアーやフライによる釣りがある。ラインとも呼ぶ。竿から仕掛けまでを道糸、釣り針を直接結ぶ部分の糸をハリス、ハリソという。ロットとも呼ばれる。先端側を、竿先といい手元側を、竿尻という。道糸が竿の内部を通る種類の竿を、 中通しさをという、糸を巻いておく道具として、リールがある。釣り糸の途中に取り付け、釣り針を一定の水深に保つとともに、魚が釣り針の餌を食べていること、魚が釣り針にかかったことを知るために用いる。また、釣り針の餌を含む仕掛けを遠投する役割を持つ、ことがある。浮きは用途により様々な形状がある。平常時の浮きの姿勢を保つために、 釣り糸の途中に重りを取り付けることがある、この他に、レジナ釣りで使用される、円錐浮きなどがある。この円錐浮きに代表される道糸を、浮きの中を通す、仕組みのものを総称して中通し浮きと呼ぶことがある。他にも、大物を釣るときに使うチヌ浮きや、ヘラブナを釣るときに使うヘラ浮きや、タナゴなどの小さい魚の食いつきまでわかる、タナゴ浮き、感度の高い発泡浮きなどがある。 中通しきの一種で下り雪があり、軽流で釣る時などに使われる。長野県南宮遺跡、平安時代初期から、きが出土している。これは軽石に穴を開け、糸を通す仕組みになっている。現在、釣りの主流になっている、立きは、江戸時代末期から明治時代にかけて始まったもので、それまでは寝かせきが使われていた。 立ち浮を広めた人物の一人が初代バ女こと、菅原虎次郎で、彼は京都で床屋と新内説の師匠の傍ら、駒飽きいとして浮きを作っていた。彼は生涯、浮き作りを本職にはしなかったが、彼の次男、菅原余一は高等小学校を卒業後職を転々とした後、父が亡くなった、昭和六年に二十六歳で浮き職人となった。 二代目うまいすけと呼ばれる彼の作品は、個性豊かな形状と研ぎ出し仕上げなど、本格的な美しい漆塗りで関西だけではなく、関東でも注目され、中には牧絵などを施した作品や絵等を題材にした、揃いのななど芸術品とも呼べる浮きを作った。そのため、二代目うまいすけの浮きは、現在、高値で取引されることが多い。 仕掛けを沈めるための道具が重りである。小さい球場の重りとして、ガン玉がある。また、割れ目がある重りとして、割りびしがある。シマノとグローブライド、ブランド名、台話の売上高が大きい。また、ルアーなどの生産は、ゲイリーインターナショナルやジャッカル等が挙げられる。遊漁者に対する規制は、各都道府県の漁業調整規則により規定されている。また、内水面。 故障、河川で、第5種共同漁業権が設定されている場合、遊漁規則が設定されている場合がある。また、海区漁業調整委員会及び、内水面漁場管理委員会による委員会指示が発動されている場合もある。遊漁者が使える漁具は、一般に一本釣りの釣り道具、小型のタモ網のみである。遊漁人口の増加と産業化によって様々な問題も発生している。 侵入禁止とされている場所での釣りが問題となっている。鹿島港では立ち入り禁止とされている防波堤に釣り人が無断侵入しては高波にさらわれるなどして2013年までに通算63人が亡くなっているが現在も高さ3メートルのフェンスを破壊したり乗り越えたりして侵入を繰り返す釣り人が絶えない。河川 故障など淡水魚の生息する地域は野鳥にとって重要な食料を供給地域でもある。これらの場所において放置されたテグスやハリー付きのテグスなどは野鳥の生命を脅かす状況にあり定期的にゴミとして大量に回収されている。また、ギジエサ、特にワームと呼ばれるものによる科学的な汚染やマキエなどによる水質汚濁も懸念されている。海釣りの磯でも同様で、 鳩釣りや不当でのゴミ放置も問題化している。2018年、欧州連合は海洋ゴミの多くに釣り具が含まれていることに着目し、釣り具メーカーにゴミの収集費用を負担させる規制案を発表。2019年を目途に欧州議会と加盟国で議論されることとなった。大口バス、小口バス、ブルーギルなどの日本国内に、 天然では存在しない魚類が釣り人による意図的な放流により全国的に内水面で繁殖していると言われており、在来種、特に日本の固有種や希少種に対する影響が懸念されている。これらは特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により放流を禁止されているが、 同法は釣り上げたその場で再放流する対応のキャッチリリースについては規制をしていない。このため、秋田県、新潟県、滋賀県琵琶湖などでは条例で禁止している。なお、釣りの対象とされる外来種であり、在来種に影響を与える魚種でありながら、在来種と誤解されているものとして、ニジマス、輸入種の濃い、一部の湖におけるワカサギなどがある。また、 外来種ではないが、アユやコイの放流、移動により、生態系の破壊や、輸入種のコイと在来種のコイの交配により、在来種への影響もあり、外来種のみの問題とは考えられなくなっている。周の文王が太鼓棒を見出した時、太鼓棒は、伊水のほとりで釣りをしていた。もっとも、太鼓棒は、文王の目に留まるために釣りをしているふりをしていただけで、実は、 餌も釣り針もつけておらず、釣り針がすぐ針だったという話もある。さらに水面から三寸上に離れていたという。しかしこの古事から、日本では釣り人のことを大工房とも言うようになった。国では釣りが下手な人を指すとのこと。古事記には、山幸彦と海幸彦の話が載っている。二人は、ある日自分たちの道具を交換し、海幸彦が山に狩りに行き。 山幸彦が海に釣りに出かけることにした。ところが山幸彦は何も釣れなかったばかりか、釣り針までなくしてしまう。海幸彦は怒り、山幸彦が、博士の銃剣剣を潰して500の釣り針を作ってあげても、許しを与えようとはしなかった。何らかのもので誘っておびき寄せ捕獲するという行為から、これに似たような行為に対して、釣りの言葉を用いた派生語がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。